私たちが生活していく上で欠くことのできない大切なもの。私たちは一人一日260リットルの水を消費すると言われ、大きな恵みを受けているのです。浜松市の上水道はきれいでおいしいといわれる天竜川の伏流水を水源に昭和6年給水を始めました。市の東端上高町にある上高水源地、ここで天竜川の伏流水を取り入れ、4台のポンプで住吉浄水場へ送ります。桜の名所になっている住吉浄水場、上高水源地から7900メートル余りの送水管で送られてきた水は、ここできれいにして市内に給水されてきました。しかし戦後の急激な都市の発展は給水戸数の増加にもつながり、13万人の給水能力しかない市の上水道は大きな水不足に見舞われました。このため昭和27年引間町に中継ポンプ場を作ったのをはじめ、市内数カ所に水源地を建設し、上水道の拡張に努めました。伊庭水源地などは深さ150メートルから300メートルもある深井戸を掘って地下水を汲み上げています。また地盤の高い伊庭鴨江地区には高架水槽を設けるなど、スムーズな給水のための努力が続けられました。こうした4回にわたる上水道の拡張工事も市街地の急速な発展には追いつけず、現在も浜松市の上水道普及率は全市の 55% です。市内の北部宮古田や三方原地域では、最近まで雨水を飲料水に使用していたところもあり、現在でも井戸は大切な水源です。このため雨の少ない冬から春先にかけて水が枯れ、日常生活にもことかくありさまで、上水道の普及が急がれています。その上、産業の発展によって工場で使用される水の需要はうなぎ登りの状態です。学校のプールにも大量の水が使われています。豊かな生活を求めて家庭においても下水道の普及やマイカーの洗車など、文化生活のバロメーターとまで言われる水の需要はあらゆる面で増えています。
浜松市の水道事業を受け持つ水道部では、将来の発展に見合う水源を求めるため、昭和37年、三方原用水から取水する浜松地方上水道事業を計画、10カ年計画で工事が進められることになりました。この事業は秋葉ダムから農業、工業、上水道の3つの用水を取り入れる三方原用水事業の一つで、三方原台地の大原町に浄水場を設け、浜松市をはじめ漁業の町舞坂町など周辺町村までを対象に広い地域にわたって給水されるものです。浜松駅には工事に使用される排水管が続々到着。延長390km、浜松から神戸までの距離にあたるという排水工事だけに、運び込まれた排水管の数も大変なものでした。昭和41年10月8日には、浜松地方上水道の心臓部ともいえる浄水場の起工式が大原町の建設用地で行われました。住吉浄水場の3倍、10万平方メートルの広い土地に、昭和43年7月の一部給水を目指して工事が進められました。浄水場が完成すると住吉浄水場の4倍、1日10万トン、44万人に給水できる規模となります。一方、浄水場の工事と合わせて三方原用水幹線の分水口から浄水場まで 2.6km にわたる導水管の埋設工事も行われました。毎秒1トン余りの水を取水するため、直径 1.2 メートルもある太い管が埋められました。そして昭和43年、待望の一部給水を始めた大原浄水場は、昭和45年には施設もほぼ完成しました。秋葉ダムにある三方原用水秋葉取水口から水が取り入れられ、三方原台地に向かいます。途中、国道に架かる愛宕サイフォンやいくつかのトンネルを越え、20キロメートル余りの用水路を流れます。宮古田地内にある浄水道分水口、三方原用水幹線から浄水道用の水が取り入れられ、大原浄水場へ向かいます。分水口から導水管を通ってきた水は浄水場の着水井に入り、施設を通ってきれいにされます。薬品混和池では水を緩やかに回して攪拌、不純物を沈殿します。
4つの沈殿池ですっかりきれいになった水は屋内の急速ろ過池に入ってさらに不純物を取り除き殺菌されます。浄水場の中心中央管理室、各種の掲記板が並んだ管理室は浄水場の心臓とも言えましょう。メーターや表示ランプによって水量調節や滅菌など全てが自動的に操作されます。最新の設備が整い水質の検査や試験が行われている試験室、安心して飲める水を給水するために常に厳しい水質の検査が行われています。こうしてきれいになった飲み水は2つの排水池から家庭へ工場へと送水されます。市内のあちこちに建設される住宅団地、大原浄水場の完成は生活に必要な水が約束されて市の発展に大きな原動力となりました。井戸水や簡易水道で生活している地域では衛生的で安定した浄水道に切り替えようと給水工事の説明会が活発に開かれます。どの会場でも市民の浄水道化の関心は高く、工事の費用や敷設方法など熱心に話し合われます。豊かで住みよい都市を目指して発展する浜松市、今新しい総合開発基本計画に沿って全市浄水道化を目指し、浄水道の給水工事がたくましく進められています。